今日はこの時間制限モードで曲を作りつつ佐野がベラベラ喋るっていうのをねやってみようと思います。制限時間エナフ3分でやってみる。ランダムガジェット、これはね楽器を勝手に決めてくれるオン。ランダムテンポ、テンポもね勝手に決めてくれる、ね、これもオン。ランダムスケール、音階ですがね、もうこれもオン。シーンとガジェットロック、この楽器を追加とかできない。一番今強い感じの、ざっくりと縛りプレイスタート入った。さあラインナップ見てみましょうね。こういう今楽器が並んでて、ちょっとね今やってみましょう。こうやってね、こうやって置くとそこが鳴ると。えらいこれゆっくりな曲ですね今回ね。ちょっと見てみましょうか。これあテンポ61、これ大変ゆっくりな曲になります。これね、こう色がついたところが鳴るっていうね。これポンって音で、あこれここじゃねえななんて言いながらね、あいいですね。ゆるい曲ですね。皆さん1000円出してもらってもいいですよ、頑張れとかねあこれここだけにしましょうか。最後両方一緒やけど、ここではなくてこの次で。あ渋いですねここね、ここが渋いですね。えらい音ですよこれは。これはえらい。でもベースにしたいからね、 下に行きます。下に行けば行くほどね低い音ですからですよね。でこれ今これじゃまずいんで、アルペジエーターね、こう勝手に音階をこうやってくれてね。これ今これこういうことですね。こうやってこうやってこうやってやるとつまみが動くっていうね。でここエフェクトね、これもこうやって動かすとね変わるんですよ結構。ほらすごい変わるでしょね、こうやってやってくる。いやーね、3分っていうのはやっぱりねカップヌードルはできますけど残念3分で曲を作りましたね。曲名はゆるい、ナイス。確かにゆるい。西部少将がゆるいで、なんかダサくこっちでしょうか、ね、USA みたいなね。あ、ゆるいはゆるい、ゆる。はいはい、できた確かにゆるいね。じゃあもうちょっとこの曲をねどうにかしようかなと。ちょっとこれが強すぎるんで、これでカットオフっていうと、こう音がこうなんで派手になったり、こうなんかね丸くなるとか甘くなるってね、これぐらいいいじゃないですかね。渋い渋い、この辺遊びたいですね。この渋い、僕だけですか喜んでんのさあもう一個ね音入れてみましょう。あこういう音ですね。あこれちょっと違うな。いや違う違う、タタタタラだな。違う、タラがいいな。あこれタラだ、タラ。あいいじゃん、タタラタラがいいな、タラタラ。違う、ラーあーそう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 、これ結構低い音だね。これ今ね音色を変えてるんですよ。これちょっとディストーションが入ってる。ディストーションっていうのはね、これあの音をこう歪ませるエフェクターですね。でこれちょっと抜きましょうね。ちょっと音変わりますよね。ちょっとねこれ今音をね、あいいじゃん。これ今2つの音がね、こことここでね2つの音が中で鳴ってるんですよね。でこれをちょっとこういい感じに重ねたいんですよね。あいいねいいねいいね。さあこれをちょっと余韻をね、ここ余韻ね。こ
ねディレイ。聞こえなくなっちゃう。これすごい響いてるんですよ。これ今ディレイない状態で、これね、これ入れていくとエコーみたいな。じゃあこのだけ聞いてみましょうか。これこれね、でここがリバーブって言って音がすごいこう響きます。こうちょっとやってみましょうか。ねえ、イエーイみたいなね、こうビートが入ったからね。もっとどんどんね音を重ねていきましょう。みたいなのがなんかララ、僕ね絶対音感がないって探っていくしかないですよね。違うな。あ、これだ。バイバイ。長い。違う。いや。あ、違う。忘れないうち打ち込みたい。ダーラ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 ーだよ、多分。ラーだから。オッケー。できる。ラー。あ、そう。こうかな？合ってる？ラララだよ。そう、ララだ。違うな。ここか。こう。俺のやりたかったのは、あ、これ。で、これできたから。これ音色をね、このままコピーして、とりあえず1オクターブ下に置くとどうなるかと。いいじゃないですか。こうか。これはフィルターちょっと上げてみましょう。あ、かわいいね。一応タップしてこれ。いい感じだ。ちょっとこれだけ、ここだけ聞いてみましょうか。このね、トラック5だけ。え、やりたくなってるでしょ。やらせませんからね、今日。これちょっと聞いて、このポルタメントを消すとこんな感じですよね。で、このポルタメントって上げるとあれ、ってなるっていうのがポルタメントね。いいね。これディレイね。エコーみたいね。これどうだろう。ちょっと強いかな。いやー悩ましいね。一応多分上げるかも。いやーどっちだろう。ビブラート入れてみよう。あーちょっといいね。これアタックがちょっと強いんで、あ、これでちょっと全部入れて聞いてみよう。 OK! All tracks come on! いやー予想
以上に緩い曲ですよこれね。いや分かりますよ皆さん、いやこの曲、いやちょっと緩すぎると。これをテンポ上げて一体どうなるか、いってみよう。あ、なんかダンサブルだ。ただやっぱ緩いでしょ。だからね、さっきのテンポが忘れられないね。60なんだっけ、 1？ さあもう一音何かな。ちょっとこの音で聞いてみましょうね、この音だけでね。あー、いい音だね。適当に打ち込んでたらどんなかな。たタラタラララ、違う。ああ、ちょっと、名曲の予感。はい、名曲の予感。タラララ何だろう、タラララララララみたいな。うん、頭抜くっつうもありなんだよな。ちょっとやらしいな、やらしいで何とか思うんでしょうけど、ここで来たらどうなんだこれ。ここにしてみよう。あ、ここで来なきゃダメか。ここでどう。ちょっといいんじゃない、すごいいいんじゃないの。タララが手前にいすぎんだよ。だからちょっとすごい奥にいさせよう。もうね、リバーブ。まあ、これでもいいんだけど、ちょっともう思いっきり、そう。いやーねー。これでちょっと聞いてみましょうか。そしたらこのタラララララララを、これ1オクターブ上げ、こうちょっと上げてみるか。もっと上げたらどうなるこれ。ちょっとうまく重ねたいな。いやいやいや、えらいことだった。あ、これぐらいかな。まあこれもちょっとこう音をこうね、結構えぐくするタイプのこれエフェクターですね、これね。何しようかな、フェイザー。シュワシュワするんですよね。シュワシュワする。これノイズを入れるとね、すごい分かりやすいですけど、こうダルっていうね、ジェット効果なんつってね。いいっすね、いいっすね、いいっすね。僕ディレイが好きでね、ディレイをすぐ入れたくなるんですよね。こういうこうなんかゆっくりした感じの曲だから、もうダブっぽく、ディレイもちょっと遅くしましょうか。これいいね。全トラックがね揃ったんで、曲っぽく展開させようと、どのトラックから行くべきかな、このでもなんとなくこれかな。で、例えばこうやってやると少しずつベースが出てくるっていうね。まだ聞こえない、まだ聞こえない。はい、聞こえてきた、聞こえてきた。これリバーブ入れましょう。さあ、これでかっこよくドラムを入れたい、かっこよくドラムを入れたいな。ちょっと待ってください。今のいかにここがかっこよかったっていうところが皆さんに若干伝わってなかった今印象があるんで、なんで今のところがかっこよかったかっていうことを今から1時間ぐらい朗々と説明、いやそんなに説明したいですけど、ちょっと聞いてくださいね。こう、でこれで
んまりあの悪くないんだけど、あんまかっこよくない入れ方しますね。これが、いや、いいんですよ。合ってるし、いいんです。いいんですけど、これ聞いてくださいね、これ。気持ちいい。それを言うために結構な今時間をね今あの皆さんが分かってくれたみたいなんで、もう一回やりますね。気持ちよくなったんで、全く同じことやりますからね。裏で入る、裏で入る。入れ方しちゃって今間違えちゃって今、あの成功するまでずっとやりますから僕ね、これこうやって少しずつちょっと弱気にね。とね、本当に何でしょう、この浮遊感ね。出さないっていうね出さない。ああいいですね。もうちょっといろんなトラックを少しずつ少しずつ重ねていきましょう。したくなってきた。いいね。あ、これね、この子ね、うん、この子いいね。ちょっとリ、とかリバーブが強いんだよこれ。いいタイミングで全トラックを開けたい。これは失敗できない。でも、ね、僕酔っ払って配信してるとほぼ失敗しますねこれね裏で入れたい。あーよしよしよし、これで今全トラックだね。見ていただいたおかげで大変素晴らしい曲がね。さあで、この曲終わらせたいんですけど、じゃあこの曲名をつけたミスターヨータ、これどのトラックを最後に残したらいいと思う？
これ別に答えないから好きなの選び終わるまでずっと踊ってるから4にする OKOKOK これね。じゃあこれをラストに残すようにこの曲を綺麗に終わらせましょう。僕がこうやったかというと、まあ本当に短いループずっと繰り返してて、こうやってまあこう音をねこうやって埋めてきましたよね。でこうやって重ねてって、このミキサーと言われてるところで音量を上げ下げしたり、また音を止めたりして、まあ曲っぽく仕上げてったと。あの皆さんね、あのよろしければこのコルクガジェット4ニンテンドースイッチのね、こちらパンフレットね、ありますけど、実はこれ、漫画っていうね、スーパー作曲ボーイ、ガジェタ、ね、僕こういう宣伝漫画を一度作ってみたくて作りました、今回のためにね。この小学4年生のガジェタ君、運動も勉強もできないガジェタ君がこのコルクガジェット4ニンテンドースイッチをゲットして、たった5話で世界デビューするという素晴らしい漫画ですよね。皆さん、これ僕ね1500部も刷っちゃったんですよあのどうぞね持って帰ってください。どうもありがとうございました。以上でございます。